機械たちはそれぞれの宝物を大事にしていました。ある機械にとっての宝物は家族でした。ある機械にとっての宝物は兄弟でした。ある機械にとっての宝物は美しさでした。そしてある機械にとっての宝物は憎悪でした。これが死去。ああ。検査推奨、記憶エリア。はいはい。はいは一度で認識可能。はーい。記憶エリアチェック完了。問題なし。了解。検査推奨、視覚センサー処理系。はーい。視覚センサー処理系チェック完了。問題なし。全チェック完了。ようやく全部のチェックが終わった。データオーバーホールとかやりすぎだよ。機体 9S は敵に旅客され長時間の操作不能状態にあった。その間に敵のロンリウイルスの潜伏を許してしまった可能性が。分かった分かった。あとはバンカーのサーバーとデータを同期したら終わりだね。何今の。不明。データ同期を中止。警告。データ同期は全ユルハ機体の義務工程。不明瞭なノイズがあったからね。2B のデータ同期プロセスも一旦保留しておいて。了解。万全を期するためにデータノイズの原因を探す。サーバーへのポートを開いて。全部調べるのは無理だな。重要なポイントに絞って調べよう。人類会議サーバーへのポートログ。
どうして防壁がこんなところに。これは月面への資材搬入記録か。でも変だな、空のコンテナがやたらある。なんでこんな無意味なことしてるんだろう。こんなに厳重に防御する意味って何だろう。ブラックボックスに関する情報だけ全部潰されてる。新しいポートが開いた。記録インデックス警告、当該データへのアクセスは許可されていない。変なデータが多すぎる。このデータも調べないとダメだ。攻撃型の防壁、こんなのをサーバー内部に設置するなんて。ヨルハ計画の中に人類会議策定の見出しが入ってる。これじゃ順番が逆。数々の戦いと冒険を経て、預言者は言う。ああ大地の慈悲を、ああ天上の喜びを。鉄の首輝から解き放たれ、私たちの魂は見つかった。否定。2B からの緊急援護申請。サーバー切断。ボディユニット起動。了解。9S。オペレーターさん、何があったの？実は廃工場エリア全域に機械生命体の反応多数確認。その後 2B から支援要請があったけれど、電波状況が悪く。分かった、こっちも大型ターミナルからアクセスしてみる。申請。サーバー管理室の利用。申請の許可を確認。この部屋の装置を使用することが可能。2B のブラックボックス信号健在。よかった。通常通信は不調。向こうに直接侵入して操作するしかない。よし、次はこのまま 2B のいる部屋のロックを解除。
屋に向かうにはこのまま工場のパソコンに向かえ。
せ。よし、最初のゲート解除。 2B、 そのまま、まっすぐ進んでください。了解。
出口までのルート確保完了です。ありがとう。報告、 2D が大型の機械生命体と交戦中。大型機械生命体は工場施設より電力供給を受けていることを確認。推奨、工場施設のメインフレームに侵入し電力停止を敢行。ナイエス、今遭遇してる大型機械生命体が。大丈夫です、モニターしてました。工場の電力を落とします。お願い。工場システム掌握 20%。 トゥビー、なんとか耐え抜いてください。工場システム掌握 50%。 あとはこのコアさえ何とかすれば。 90%、 92、 95、 98。 電源供給を停止させました。トゥビあまたの戦いと冒険を経て、預言者は言う。ああ、大地の慈悲を。ああ、天上の喜びを。鉄のくびきから解き放たれ、私たちの魂は救済されるだろう。永遠に、永遠に。今のは月面サーバーで聞いた言葉。どうして。ああ、そうか、わかった。ナイン S、 司令官。すまないが司令部まで来てくれ。了解しました。君がメインサーバーにアクセスしていた痕跡が残っていた。そのことで聞きたいことがあります。ヨルハ計画の中に月面人類会議の設立記録がありました。これじゃ順番が逆です。まるで僕たちヨルハ部隊が人類会議を作ったかのような。その通りだ。月面の人類会議サーバーは我々が設置した。じゃあ人類はもういない。正確に言えば人類は月には行っていない。月からの通信はプログラムで用意されたダミーに過ぎない。月に残っているのはわずかな人類の遺伝子情報だけだ。なんで。異星人が襲来した時にはすでに人類は滅亡してしまっていた。
このチップに全ての記録を保存してある。興味があるなら見てみればいい。どうしてこれを僕に？理由なく戦える者などいない。我々には命を捧げるに値する神が必要なのだ。自分で決めるんだな、これからどうするか。どうして死んだんだ、兄ちゃん。どうしてなんだよ。やる。人類がもういない。トゥービーに何て言えば。行かなきゃ。支援せよ。詳細状況。廃墟都市エリア全体に暴走した機械生命体が大量に出現。そんな、敵は弱体化したはずじゃ。原因は不明。大型兵器も確認されているため、速やかな対処が望まれる。聞こえますか？こちらも司令部に連絡。警戒レベルが4に上昇しました。繰り返します。警戒レベルが4に上昇しました。メンテナンス中の機体は速やかに再起動状態に移行してください。電波障害のため通信不可能。急がなきゃ。電波障害のため通信不可能。
急がなきゃ。命中してよかった。俺は全部破壊してやる。トゥビ、大丈夫？大丈夫。この化け物を倒す。分かった。Thank you.
にも敵が。ナインエスター、ネットワークにぶら下がっている機械生命体が全部暴走したらしく、村の入り口を封鎖して応戦しているのですが、私たちの無双では。まずこいつを排除する。生命体が一斉に暴走したんです。おそらく全体を統括しているユニットが暴走したかと。イブって機械生命体だ。その統括しているユニットを破壊すれば全体の活動が停止するの。おそらく。ポット、イブの位置を特定できる。報告、位置はすでに特定。地図にポイント管理を。私たちがイブを倒す。パスカルは村を守ってて。お気をつけて。姉ちゃん。これは広範囲に強制通信を撒き散らしているみたいです。おそらくこの強力な通信が敵の機械生命体を凶暴にさせているんだと思います。イブを探し出して破壊しましょう。了解。来たのか。お前たちも思うだろう。こんな世界意味がないって。俺にとっては兄ちゃんだけが全部消えてなくなる。Thank you.
数の機械生命体からのエネルギー供給と推測。ネットワーク経由で周りの奴らに。停止させてみる。トゥビー、援護して。了解。機能を奪えれば。ねえ兄ちゃん、僕戦うことは嫌いじゃないよ。だけど兄ちゃんが傷つくのは嫌だよ。兄ちゃんがいなくなるのはもっと嫌だ。だから二人でどこか静かな場所に。兄ちゃん、トゥビー！
近接戦闘が不可能。しちゃった。イブのネットワーク分離時に物理汚染されちゃったみたい。そんな。大丈夫、バンカーにあるデータで巻き戻ることはできるから。でもそれじゃ今の君は戻ってこない。そうだね、汚染データをバンカーにアップロードするわけにもいかないかな。ナインエス、
これは通信データ信号が共鳴し合って、機械生命体側に残していたみたいで、なんか気づいたら周囲のネットワークの上で自我が再形成されたんだ。こうやって複数の自我が統合されていくのは貴重な体験だから記録しておきたいんだけど、まだ保存領域へのアクセスができてなくて、とりあえずこの辺りにある敵のメモリーに多重化して保存しておいた後に僕が自分のボディに戻れたらいい。Yes. よかった。こうやってアダムとイブをめぐる最後の戦いは終わった。この戦いは戦局に大きな影響をもたらすだろう。僕と 2B の戦いもこの後まだしばらく続くんだけど、それはまた別の話。
思い返せ、故郷を奪われた苦しみを。我々は諦めはしない。海を、空を、大地を、おぞましき機械生命体に奪われた地球を取り戻す。本作戦の成功をもって、今ここでこの戦争を終わらせるのだ。人類に栄光あれ。Thank you.
敵ネットワーク機関ユニットであるアダムおよびイブの撃破が確認された。現在敵の指揮系統は一時的な混乱状態にある。この好機を逃さず人類軍は機械生命体に対し総攻撃をかけることが決定された。無論我々ヨルハ部隊も例外ではない。思い返せ、故郷を奪われた苦しみを。我々は諦めはしない。海を、空を、大地を、おぞましき機械生命体に奪われた地球を取り戻す。本作戦の成功をもって今ここでこの戦争を終わらせるのだ。人類に栄光あれ。サーバー管理担当 3S、 サーバー管理担当 3S、 容量管理のため速やかにサーバー管理室に戻ってください。以上。司令部より各ヨルハ部隊員へ、地上に降下したら事前プログラムに従い作戦を自動遂行してください。情報漏洩を防ぐため緊急事態を除き地上からの電波通信は禁止とします。以上。2B に真実を告げることができないまま最後の大規模侵攻作戦が開始された。だけど僕はまだ知らなかった。この戦いの結末と僕たちの運命を。以上が命令です。理解できましたか？僕たちスキャナー部隊は総攻撃に備え敵の防空システムをハッキングで麻痺させる。その通りです。よくできました。なんか子供扱いされてる。気のせいです。防空システムを受信している機械生命体は電波状況の良い高所にいるはずです。ハッキング対象の機械生命体について大雑把な予測位置をマップに転送しました。了解。対象はくれぐれも破壊しないでください。破壊してもしばらくすると代わりの個体が現れてキリがありません。はいはい、そんなことしませんよ。成功したみたいですね。偉いですね。やっぱり子供扱いされてる。次もよろしくお願いします。はーい。対象は電波状況のいい高いところにいると推察されます。ビルの屋上などを調べてみてください。了解。
しまった。